どうもおはようございます。今日はね、初の釣り場です。浜名湖網干場にやっていきました。イエーイ。今日はね、初の釣り場で、なんと奇襲釣り。奇襲釣りはね、浮きをつけた団子釣りですね。渋い時期になんとグレが釣れてる情報があったんで、ちょっとね、狙っていこうと思います。そしてね、他にも青い染めで投げ釣りとか、まあ初めての場所なんで、いろいろとやっていきたいと思います。ではね、早速釣りを楽しんでいきましょう。レッツファンタジー。風が強い。この清らかな風が大物を待ち寄せる。よいしょ。大変やけどね、うん、これをしっかり混ぜないとムラが出るから、はい、団子の割れにバラつきが出ちゃうから、はい、ここは大変やけど一生懸命混ぜます。はい、気持ちを込めて、うん、気持ちを込めて、気持ちを込めて、釣れろよ、釣れろよ、釣れろよ。こうパーやとやりにくかったらグーでもいい。グーでグーか。そう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 。隅っこもしっかりな。はい。これで引き連れていく。で、パーで平らにしよう。そうそう。これぐらいで。はい。で、これも冷たくて大変やけど。はい。この手のひらな、はい、ここでな、なんか初め軽く混ぜるかって、指先で軽く混ぜて、はい、ある程度ダマになってきたら、これで、はい、これやったらここで、つる。なんで湿ったかというと、はい、押さえつけながらつるつるしやすいように、グッて湿って、下を固くして。そういうことだね。そうそう、なるほど。できるだけダマがないように、はい、これも大変やけど、はい、うん、丸ばっかりだったらもっと混ぜやすいんだけど、はい、近くに乗ってこう隅っこにどうしても溜まってしまうから、はい、だからみんな奇襲釣りしてる人は丸ばっかり使うんだね。なるほど。そうそうそう、こうこう混ぜた方が混ぜやすいんで。はい。ゆか君、ここには何が入ってるんですか？ここにはね、ぬかと、うん、砂と、はい、押し麦と、さなぎ粉と、アメエビ。そう、正解です。正解です。この砂はね、釣り武者製品で、はい、アジャストサンドっていうんやけど、はい、奇襲釣り専用の砂。奇襲釣り専用ですか？うん、かかり釣りでも使えるんですけど、はい、一応こういう団子釣りとか奇襲釣り、かかり釣りで使う砂で販売されてる、はい、へー。これ一回握ってみ、これぐらいだと握れるはず。はい、これね、そこまでガッと掴んだからね、そこはまだ粉のままやから、あえて上の半分だけ今混ぜてみた。あ、うまいうまい。いい感じ、いい感じ。うん、いい感じ。いい感じ。いい感じですね。はい。できるだけ丸くなるように。丸くなるように。見てみ、そうそう。ゆかくんはクーラーあるんだな。クーラー。クーラーの上に座って あります、クラブクーラー、ね、それです。こんな感じ。そうで、クーラーの上に座って、はい、ここをここの手の甲の、はい、手首でもいいんやけど、はい、手首をこの膝の上に置いて、なるほど。でこう押し込んで握るとすごい握りやすい。握りやすい。クーラーの上に座って、はい、なるほど。体重かけれるんで、こればっかりやってしまうと、もう手がすごい疲れてます。できるだけ体重かけながらグッてしてみる感じね。はい、よし。さっきのんでこうやると、はい、慣れてきたらこうやったらパカッて開けるようになるから、はい、ここに針をつけた刺し絵を挟み込んで、はい、そういうことですね。今は何もラインも針も刺し絵もなかったから握りやすかったけど、はい、これからはラインと針と刺し絵ついてやつ、ここの間に入れなかった。はい、こうすって、はい、穴を開けてやってもいい。はい、
この中に差し入れて、ラインをこっちに出して握り合う。っていうのを一回ちょっと練習してみようか。よし、練習してみます。さあやっていきましょう。しっかり握れるようになったらまた僕が来るから。はい。ちょっとやってみて。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、今日のね、宙吊りの仕掛けは、はい。はい、まずこれ。寝浮き。寝浮きね。これは、団子がそこについて、で、団子が割れたら、浮きが、こう、斜めに、寝る感じで、なって、で、当たりがあったら、ヒューって、縦になって、ヒューってするんだよ。ここで合わせる。はい。で、ハリスは 1.5 号。はい。で、チヌバリの K 村の2号。はい。で、餌は置き網。これでね、団子を握って、ちょっと遠く投げて、チヌとグレを狙っていきましょう。よし。できるだけ人が今こっちに流れてるから、はい、あっちに斜め方向に投げた方がいい。はい、うん、この辺まで立ってきてもいい。はい、よし。え、ごめんでした。やった、ああいう感じやったのに。よし、大体分かった。大体分かりました。あとは実績でこれ止めて止めて音を出して、はい、よし、じゃあ投げます。いくよ。あー、割れた。ダメだ、もうちょっと握らなあかん。はい、もっともっと這わせてた方がいいから、あと次回収したら割れてペタンってなって当たりなかった回収したら、あとこれぐらい浮き止めをリール側に出らしてはい、まだ団子割れてないじゃん。まだ団子割れてないからね。割れてない。だんだんこれ週が早くなったんですから。結構めっちゃ
かりやすい。水つけながら糸を押さえて小出して、OK で、いくよ。よし、いった。頑張ってない。よし、さあこれ頼むよ。わかんない。あ、多分これはいいな。あ、いい感じ、いい感じ。あれがこう沈んどるから団子がそこに今ついとる。で、割れると寝る、あのこう斜めにヒューってなる。あ、割れた割れた。あ、割れた、今割れた多分。あー多分餌取られたわ。ほら、わかった、わかった。当たりがあれなんだ。しょんって、ちょっとシュンってなったもん。な、な、なんか来とるやん。なになになに。お、サッパいっぱいおる、サッパいっぱいおる。あれ、その中にフグおるやん。あれ、あれ、え、あれ、え、え、え、あれ。あ、一個切られとるし。切られたね。マジか。あちゃちゃ、やっちゃった。やっちゃったね。でもフグいるってことは他の魚もいるから。はい。はい。じゃ来ました。なんだ？あ、フグだ。よいしょ、フグちゃんや。まあまあリリースですね。奇襲釣り初はフグちゃんやりました。リリース、カサゴ釣れた。ウサギちゃんで釣れました。これ団子かこれ。浮きが全く見えなくなった。あ、浮きある、あそこに。割れたね。おい、おい、つかん。来た来た来たぜ。なんだ、おーいい。ふざけんなよ。レッツファンタジー。おお、フグか。フグだ、でかなんやねん。フグでした。悲願、これはフグだ。やだー、フグちゃん。はい、母ちゃん来ましたね、ジグサビキで。はい、来ました。カサゴね、マシタマシタ。オッケー、はい、いやー母ちゃん来たね、4匹目。
ブラクリで。はい、はい、ナイス。ちっちゃいカサゴちゃんや。なんや、カサゴちゃんや。悔しい。でもゲット。やった。すごいねこの羽。急に来たよ。急に。さっきちょっと小魚のこと。ちっちゃい。すごいサッパ？トラじゃないっぽ、サッパでもないっぽ、ちょっと大きかったもん。はい。今日のね、アミホシバのね、釣果はね、こちらの小さいカサゴが6匹だけでした。だけじゃないね。あとフグ、ヒガンフグとクサフグだけですね。狙いのチヌとメジナは釣れませんでした。悔しいです。流れがね結構早くてなかなか釣りにくかったです。でね、このカサゴはリリースしたいと思います。はい、リリースします。リリースするね。バイバイ。オッケー。今日はね、三保芝で機種釣りしたけど、まあ、本命釣れなかったけど楽しかったです。またね、次回も釣りを頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。